はいどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、2019年12月に納車されて、すでに10ヶ月が経った、マツダ 3X バーガンディセレクション、こちらがですね、私個人間売買今回初めて、使ってみまして、カババさんというサイト使ったんですが、めでたく、購入者見つかりまして、もうあと数日でお別れということで、最後の撮影、してみたいと思います。それではね、エンジンをかけてみましょう。ポチッ。はい。こちらはですね、2リッターの NA エンジン、スカイアクティブ X という、まあ、マツダがね、新開発した夢のエンジンということになっています。まあ、レギュラーガソリンを入れても、排浴を入れても走りますし、レギュラーガソリンを入れると、まあ、ディーゼルエンジンに近いような特性になりまして、低回転時のトルクが上がり、まあ、高回転の吹けは、それほど落ちるんですけれども、ディーゼルっぽい走りになります。で、一方、排浴を入れると、高回転まで気持ちよく、回っていく。で、パワーも上がるんですけれども、低回転時のトルクは、レギュラーを入れた方がいいということで、どちらも一長一短で、まあ、どっちも楽しめるというエンジンにはなっています。で、それのレポートもしつつ、ドライブしてみたいと思うんですが、今は、排浴が入っています。そして、燃料空に近いんですが、もう手放すところなので、次の方にですね、排浴満タンにして、お届けしたいと思います。そしてね、今回、お渡しする前にですね、まあ、せめてもの感謝ということでですね、先日もお世話になったキーパーラボさんで、洗車と室内清掃もやっていただいたので、ピカピカの状態で、お渡ししたいと思います。それではね、こちら D レンジに入れて、電動パーキングブレーキとブレーキホールドついていますので、アクセルを踏めば、電動パーキングが解除されて走り始めます。これね、メーカーによってこういうね、電動パーキングブレーキの解除状況っていうのは違って、トヨタの場合は、P から D に入れると、まあ、クリップで走り始めるんですけれども、マツダの場合はですね、アクセルを踏まないと前に進まない、仕様になっています。そして、今走り始めましたが、エンジンルームからの遮音性はですね、今、排浴入れてるんですけれども、まあ、かなり、静かに抑えられていますが、まあ、聞こえないわけではないですね。これレギュラー入れるともう少しガラガラとした、まあ、ちょっとディーゼルっぽい音に変わります。まあ、でも絶対的にはですね、静かなブルーに入ると思います。っていうのも、こちらのスカイアクティブ X はですね、他のマツダのエンジンなんかとは違ってですね、カプセル化されています。エンジンが要はハウジングみたいな形でこうカプセルのように閉じられているので、騒音振動の面でもかなり抑えられている、エンジンになっています。なので静かなんですけれども、体感的にはね、もしかしたら先日乗った MX30 の2リッターマイルドハイブリッドの方が静かかもっていう気も若干します。で、組み合わされているのは、6速 AT になります。で、マツダのこのスカイアクティブドライブという6速 AT はですね、かなり、2速以降ロックアップの比率が高いので、DCT なんじゃないのっていうぐらい、かなり、がっつりと変速していくのがわかります。普通の AT よりももっとね、アクセルオフにした時の減速感もありますし、さらにまあダイレクト感のある、シフトアップのフィーリングになっています。そして、こちら、オートホールドついていますので、エンジン始動後1回だけ押しておけば、ブレーキペダルから足を離しても、まあ、このように停止状態が保持されるようになります。まあ私いつも動画で言ってますが、電動パーキングブレーキとブレーキホールドのない車は買わないよと言っていますけれども、マツダ3に関しては両方ついていると。まあ今後発売されるマツダの車、まあかなりの割合でついてくると思いますが、次期、デミオマツダ2がですね、電動パーキングブレーキ採用されるかっていうのはね、かなり、注目しているところですね。まあ今回マツダ3は売却してしまいますが、またマツダから、マツダ2とかマツダ6とかが出た際には、マツダ社検討したいと思いますので、まあ、これからもね、マツダを応援し続けたいと思います。そして、10ヶ月乗って、走行距離4700キロとなっています。まあ、ここ1ヶ月ぐらいは、まあ、結構、その、日常の足として、お別れを惜しむようにですね、日常の足として使っていたんですけれども、まあ、日常取り回すんでもね、やっぱり C セグメントぐらいのハッチバックは便利ですね。まあ私、ライブとかですね、都内とか、あとまあ仕事とかでも都内とか行く用事がありますが、まあそういう時でもマツダ3ぐらいのサイズだと、まあストレスなく、行って、行った先の駐車場でも入らないってことはこのサイズだとないので、あとドアパンチ、食らう確率もね、
全幅も 1.8 メーターぐらいが以下なんで、少ないので、まあ、そういう面でもストレスなく、使うことができていたなという感じがします。そして今、完全停止する前から、先読みでアイドリングストップ始まっていました。まあ、それもね、こちら、スカイアクティブ X のモデルにはマイルドハイブリッドついているので、かなり早い段階から先読みで、アイドリングストップが始まります。そしてアイドリングストップ解除する際もですね、マイルドハイブリッドついてるおかげで、まあ、バッテリー駆動で、エンジンをかけることができるので、今も、一旦、エアコンの関係で、エンジンが、再スタートしましたが、セルが回るようなキャシャドルーンというのがなくですね、スルンとエンジンがかかると、この辺も、上質感があっていいなと思っているところですね。満足度は高かったです。で、内外装の、満足度に関しては、すでに内外装編お届けしておりますので、そちらの動画まだ見てない方は、そちら見ていただければと思いますが、今回ドライブフィール編ということで、走りの、良かった点悪かった点っていうのをレポートしてみたいと思いますが、まあ、良かった点としてはやっぱり、電動パーキングブレーキ、ブレーキホールドついていると、あとは、マイルドハイブリッドついていて、アイドリングストップも先読みに入るし、さらに復帰も、バッテリーで、エンジンを再スタートさせるので、非常に静かで上質感があるというところは非常に満足しています。それではね、せっかくなんで、あまり、マツダ3の、エキゾースト聞かせる機会もなかったと思いますので、今スポーツモードにしました。そして、マニュアルで一速まで落として、料金所ダッシュちょっとしてみたいと思います。成功できます。はい。で、スポーツモードにして、今回 FF、こちら FF ですけれども、床まで踏んでます。はい。エンジン音いいですよね、やっぱり。スカイアクティブ X のエンジンって、やっぱね、特にハイオク入れてるときは、高回転側まで回すと気持ちいいですね。まあもちろんその分、燃費は悪化してしまうんですけれども、そういう回す気持ちよさみたいなのもあるのも、まあ、このスカイアクティブ X のいいところなんですよね。これはまあディーゼルとかとは違うところかなと。まあ、マツダの 20S とかの N エンジンも上まで回すと結構気持ちいい音するんですが、まあ、こちらのスカイアクティブ X のモデルでもまあ気持ちいい音がすると。ではちょっと一旦スポーツモード解除します。で、パドルシフトもこちら標準装備となっているので、こういう運転を楽しむこともできますし、さらに、シフトを右側に倒せばマニュアル固定モードとなりますので、結構、パドルで操作した後は、オートマモードに戻ってしまうんですけども、シフトを右側に倒しておけばマニュアル固定モードになるので、よっぽどのことがない限りは、マニュアルずっと、パドルで操作したり、シフトのタスイクで操作したりするのを固定することもできます。この辺もね、やっぱいいですよね。そしてマツダ車のいいところって、やっぱドラポジですね。これは輸入車とか乗ると特に思うんですけど、ステアリングと体の軸を中心に足を自然に伸ばしたところにフットレストとブレーキペダルがと、あとアクセルペダルがあると。これって当たり前のことかと思うんですけど、結構な車ができてないですね。まあ、フィットとかもそうなんですけど、大体の車はホイールハウスといって、右側のタイヤの張り出しですね。それが、結構右側のレッグスペース、アクセルペダルのあたりを、圧迫していたりとか、あとは輸入車だと、こちらのトランスミッションの張り出しがあって、それがこうフットレストのところを圧迫していて、体がよじれるというかですね、足元がこう体の中心からまっすぐ伸ばしたところに来てないことが結構あります。特に輸入車の、D セグメント以上の車はミッションの張り出しが大きくて、左足の置き場が狭い、なので体がちょっとこっち向いちゃうみたいな状況になりがちです。まあ、マツダの車では、ドラポジ最優先主義っていう感じで、必ずこれが気持ち悪い位置にならないように、チューニングされてます。それゆえに FF でもフロントノーズが長いという、こうスタイリングと、まあ機能性を重視したデザインになってるっていうのもありますけれども、まあ、マツダ3もね、FF でここまでノーズ長い必要あるのかっていうぐらいフロントノーズ長いですけども、まあ、そういったところもホイールハウスがね、足に干渉しない位置まで、追いやってると。ね、それゆえキャビンが後ろの方になってるっていうところもあると思います。それではね、再び、高速の合流ですので、また、スタートしてみたいと思います。それでは一旦止まって、床までドン。
ちいい。やっぱりね、スカイアクティブ X は、まあ、一番最初試乗した時とかも思ったんですけども、4000回転超えたあたりから一山来ますね。っていう感じで、もう昔の本当 VTEC の高回転カムに切り替わった時みたいな感じの盛り上がりが4000回転以降ありますね。これは、回して気持ちいいエンジン。でもレギュラー入れると低回転側のトルクが豊かになって、これはこれで、まあ、ディーゼル私好きなんですけれども、ディーゼルみたいな特性になるのもこれも捨てがたいということで、今は廃翼入れてますけど、ほとんどレギュラー入れて走ってました。で今高速巡航80キロで巡航していますが、スポーツモードを解除して走ると、80キロ巡航で1800回転ぐらい、ちなみに、時速100キロぐらいで走ってても2000回転は超えちゃいます。というのもマツダはね、6速 AT までしかないんですよね。なので、まあ、特にこちらのスカイアクティブ X のモデルは欧州仕様よりもミッションがクロスした設定に、日本の仕様になっているみたいで、まあ、それゆえに街中とかでは小気味良い、加速を見せてくれるんですが、高速巡航においては、まあ、燃費面とかにおいても、まあ、もう1段ないし2段ぐらい欲しいなと思うようなシーンは結構ありました。なので障害燃費も、まあ、実はですね、あんまりよろしくなくて、リッター 10.8 キロと出てます。なので、まあ、燃費と出力を実現した夢のエンジンというような、触れ込みで出ているスカイアクティブ X なんですけれども、まあ、街乗り、ちょい乗りが、まあ、多かったんで、まあ、その辺はしょうがないかなと思うんですけども、まあ、もうちょっと燃費といいなというのが、まあ、正直な感想ですね。とはいえ走りにおいてはさすがに気持ちよくてですね、街中ではちょっと重いんじゃないのって思うぐらいステアはめっちゃどっしりしてます。昨今の国産車の車ではここまでどっしりしてる車ってなかなかないかも。ある意味その低速域でもかなり重めってことですね。これは先日乗った新型レヴォーグなんかよりも重い感じになっています。なので好きな人は良いと思います。ただ街中で乗るにはちょっと重いな、よいしょっていう感じに、女性とかはなってしまうかもしれないですが、個人的にはまあ重くてもいいかなという気がしますね、なのでまあ高速のこうステアの安定性、どっしり直進安定性めちゃくちゃいいです。そして、物議を醸し出しましたアダプティブクルーズコントロールと、レーンキープ機能が高速域55キロ以下で、クルージングとトラフィックサポート機能がステア制御をしてくれなくなるという問題なんですが、先日 MX30 の試乗会の時お話しすることができました。で、せっかくなんで、クルーザーのトラフィックサポートというかですね、アダプティブクルーズコントロール試したいと思いますが、これ私勘違いしてたんですけども、このステアの右側の一番右下にあるボタン、これクルーズコントロールボタンで、これ押して、レディー状態になって、セットというふうにやると、まあ、その速度からクルーズが始まるんですが、そこからさらにステア制御をするにはこのハンドルボタンをポチッと、押すと、まあ55キロ未満だと、白線の中央を走ってくれるようなクルーズ&トラフィックサポート、クルージング&トラフィックサポートっていうのがオンになります。ただこれ3アクション必要かと思ってたんですが、実は違いまして、これ一旦キャンセルしますけども、ステアリングボタンとセットだけでも行くということが判明しました。なのでまあ、クルーズコントロールボタンとステアリング制御までしてくれるクルーズコントロールボタンっていう、なぜか2種類あるということで、この辺はメーカーによって、操作の、アルゴリズムというかですね、方法が違ってるんで、なんかちょっと私も混乱してしまったんですが、まあ、都合、2ボタンでステアリング制御までしてくれるアダプティブクルーズコントロールもオンにすることができるということらしいです。なのでこっちの右下のクルコンボタンは使わなくてもいいですね。よっぽどその低速域でも、ハンドル制御はされたくないっていう人はこのボタンを使うと。でマツダも、その時あの MX30 の、試乗会の時にクルージング&トラフィックサポートの、開発の方にちょっとお話を聞くことができたんですけれども、なんでマツダ3と CX30 ではクルージング&トラフィックサポートが、55キロ以上では使えないのって、これ世の中の噂だと満足のいくその制御が得られなかったから外したんじゃないかっていう風に質問投げかけたんですけども、いや違いますと、あれは報道されている通り、制御
可能だったんだけど、やっぱり高速ではあえてファントゥードライブを楽しんでもらうために外したというのが正式回答ですというふうに言ってました。だから機能をオンにすることもできたということで、いやだったらユーザーに選ばせてよという気はしたんですけど、本当にそこはこだわりの部分で、マツダ3とかに乗るような人は高速域ではやっぱ自分でステアリング握るのを楽しむんじゃないかということで、あえて外したとおっしゃってましたけども、私は、やっぱ疲れてる時とかは機械に任せたいこともあるので、そこはユーザーで任意で選べるようにしてほしかったなと思うところだったんですけれども、まあ、それゆえですね MX30 出た時にではですね、しれっとクルージングのトラフィックサポート55キロ以上でも対応するようになってました。まあなのでマツダ3と CX30 の初期型買った人で、高速域でのクルージング&トラフィックサポート、まあ、ステアリング制御までしてくれよって思ってる人にとっては、まあ、ぐぬぬって感じだと思うんですけども、まあ、ソフトウェアアップデートでも可能だというようなこともおっしゃってたんで、まあ、それだったら、お金を払ってでもディーラーでソフトウェアアップデートで、機能開放してくれるんだったら僕だったら絶対つけますというふうに言っておきました。で、こういう声がたくさん上がってくるようだったら、マツダの方でも、まあ、そういった、すでに機能客ですよね、お客さん、もうマツダ3と、CX30 の初期型で納車されてるお客さんにも、クルージング&トラフィックサポートの、高速域での機能開放も、検討するっていうようなことをおっしゃってたんで、皆さんね思ってる人がいたら、声を大にしてですねこちらのコメント欄にバンバン書き込んでもらえると、広報の方とかもコメント欄見てるって言ってたんで、もう皆さんの意見をですね書き込んでいただければと思います。まあ、私は今回、マツダ3手放してしまうけれども、もしそのようにソフトウェアアップデートで、機能開放してくれたらもうまさに本当神対応っていう形でもう絶賛したいと思いますんで、マツダの、開発の方々もちょっと、ご考慮いただけると、機能されてるお客さんには本当、喜ばれるサービスだと思います。そして、今、荒れているという、外環道の下を走っていますが、結構ねやっぱりロードノイズに関してはよく抑えられてるなと。これは同時に所有していたレクサス UX とかより、静かですね。でこちらも18インチ履いてる割にはまあうまく抑えられてるかなと。ただロードインフォメーションはかなり、ステアを伝わって感じます。なので荒れている舗装路だなっていうのは重めのステアフィールであったとしても感じることができると、まあ、その辺の、ロードインフォメーションをどのぐらいまで、許容するかっていうのは各メーカーのさじ加減で、逆にレクサスとかだともう、ほとんどわからない、結構軽めのステアフィールになっちゃうんで、そういう快適性を取るのか、路面の状況を把握したい人はこのぐらい、手応えが伝わってくる方がいいのかっていうのは、まあ、好み次第だと思いますけども、まあ、個人的には、ボディがこうビビリ音を発生するようなこともないですし、まあ、必要なロードインフォメーションが伝わってくるので、やっぱりまあマツダはさすが走りが、重きを置いているメーカーなんだなっていう風なのを感じることができます。本当ドライバビリティ走りの部分においては非常に満足度の高い車ですね。でナビ周りですね、不満点としてはですね、これも何度か納車インプレッションしましたが、ナビの、天地幅がですね、480ピクセルしかないので、狭い上にですね、上下に、帯がついてしまっているということで、まあ、なおさら天地方向の、見通しが悪いという印象ですね。ここはちょっともうちょっとやっぱ画面が天地方向に広いといいなと。ここがね、上下が切れちゃってるのが惜しいなという気はするんですけど。そして、もう一つの不満点としては、ナビの、ルート案内の音声が出てる最中に、BGM とかラジオとかがほぼ聞こえないぐらい、ボリュームが絞られてしまう問題ですね。これは、非常にストレスですね。ラジオとか聞いてると、いいとこなのにっていうのに、この先300メートルで左折です。この先100メートルで次の信号をとかっていう形でもうしょっちゅう割り込み音声が入ったりするので、それで、いいとこが聞こえなくなっちゃうと。で音楽もほぼミュートに近い状態で聞こえなくなって絞られてしまうというのは、
まあ、フランス車とか、ボルボとか、あの辺の車もそうなんですけども、まあ、その辺はね、ちょっと、ストレスかなと。で、トヨタとかホンダとかではそういうことはないので、まあ、せめて、BGM うっすら聞こえてるので、調整はできると思うので、その調整をですね、ユーザーが任意でできるようにしてほしいなと。要は、メルセデスとかアウディとかはそれが調整できます。なので、音声案内中に、BGM をどのぐらい絞るのかというのを、設定できるんですけれども、マツダはそれができないので、絞られすぎ問題ですね。なので、鬱陶しいので、私は音声案内消して、地図を見ながら曲がったりするという、ナビの使い方をしてた時もありましたが、そうすると逆に、曲がらなきゃいけないところで音声がなかったために、曲がり損ねてしまったと。そういうことも発生していたので、まあ、それはね、やっぱりボリュームを選べてくれたらよかったのになと思うところですね。そしてね、やっぱ静粛性も非常に良いし、やっぱパワートレーンから来るこの出力のこう、上質な感じ、さらにステアフィールのどっしりとした感じ、さらに、ブレーキタッチ、これ最初、まあ違和感あるって言ってましたが、まあマツダ3だけを乗ってれば体は慣れてくれます。ただ、久しぶりに乗ると親止まらないって思うところは若干あるんですけども、まあそれもまあ、マツダ3だけ乗ってればまあ問題なしと。で、絶対的には止まらないことはないので踏んでいけば、しっかり制動が立ち上がるので、まあそこは好みによるかなと。まあ止まり際の、カックンにならないような、繊細なブレーキタッチを要求するようなシーンではやっぱりマツダ3みたいに、踏み力、徒力、動力っていうんですかね、に応じた、制動の立ち上がりがあった方が、まあよりコントローラブルだとは思うんですけれども、まあただ日常で、他の車、特にドイツ車とか、ブレーキがめっちゃ効く車から乗り換えると、まあ最初の踏み込みに関しての初期制動がすごい弱めに設定されているので、おいおいおいってたまに思う時があるんですけど、まあ、それも、まあ、マツダ3だけ乗ってれば慣れるというところですね。あとはね、やっぱり手足に触れる部分の質感が非常に高いというところで、まあ、音楽とかですね、まあ、インテリアイルミがないこととかっていうのを不満には挙げたんですけれども、それも、まあ、運転に関するノイズを極力排したという、まあ、マツダのその美学に基づいて作られてるんだとするならば、まあ、それはそれで、世界観に合ってるかなと思うところでもあります。といった感じでね、名残惜しい、マツダ3とのお別れなんですけれども、まあ、走行距離4700キロということで、まあ、やっぱり見た目にね、惚れて買った車でしたね、マツダ3は。未だにそれはほんと見るたびかっこいいなって思います。特にね、まあ、日中見てもかっこいいんですけど、夜とか、で光が照らされているようなシーンですね。その時のこう光のこのソウルレッドクリスタルメタリックに当たった感じっていうのが恐ろしく綺麗というか美しい感じなので、俺見たら本当乗る前に思わずニヤニヤしちゃうでしょうにと、どんだけこの光の当たり具合の写真を撮ったかっていうぐらい、もう本当に、車の写真を撮りたくなる一台でしたね。他の車よりもやっぱエクステリアに関しては日常でスマホで写真撮った機会が多かった一台だと思います。なのでこれからねマツダ3検討されている方はね、年次改良とかでどんどん商品力も上がっていきますし、まあ、いつ買っても、まあ、いい状態になるのがまあマツダの商品改良年次改良なので、まあ、いつでも、最新の状態で買えると。まあ、ただ、中古で買ってもいいんじゃないかと思える1台なので、まあ、結構ね中古だと相場も比較的お安く買える20とかね15とかだと買えるんで、まあ、見た目に惚れて買う車としては本当最高と言っていいと思います。本当ね安っぽいとこ全然ないですからね。だいたいまあブッブつくんですけど、内装に関してはほぼないですからね。もうピアノブラック使ってたりとかメッキ使ってたりとか、本当にね内外装に関してはもう素晴らしいとしか言いようがないですね。内装フェチとしては本当に超満足の1台でした。これよりね、マツダ3よりも内装がしょぼい輸入車とか結構ありますから、価格を考慮しても全然おすすめの1台と言えると思います。気になっている方はね、お近くのマツダディーラー足を運んでみてはいかがでしょうか。
埼玉エリアだったらね、ディーラーさん紹介しますので、コメントとかメールとかいただければと思います。それでは、あなたの物欲を刺激する車カウチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。